はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、初刊ネクロマンサーの方もね、なんとかパラゴンレベル130に入って、で、だいぶですね、ヘルさんでも、普通に、フィールド狩りとかができるようになってきたので、ちょっとこの機会にね、新しい職、新しいクラスへのチェンジっていうのをね、やってみようかなと思ってます。まあ、すでにね、サブキャラクターの方でね、一回試してはいるんですけど、まあ、それを踏まえてね、一応、また、お伝えしとくと、やっぱ保管庫はね、ちょっと、クラス変更するときは、自分の装備、6個分がね、落ちてくるんで、まあ、6個分のスペースは空けておいた方がいいかなと思います。でですね、クラス変更すると、まず困るのが、最初のレジェンダリー集めの部分なんですけども、なんていうのかな、クラス変更すると基本的には今つけてるね能力値と同じものがね、仮のレジェンダリーみたいな形でつくんですけども、あくまでもここのなんていうのかな、攻撃力とかのステータスが一緒っていうだけなので、レジェンダリーの効果なんかは載ってないと、ゼロから育てなきゃいけないんで、まあおすすめとしてはですね、この希少品と古美術品のところの、ガチャでね、ある程度まあ何個かレジェンダリー引けたらいいかなっていうところもあるんで、お金とかはちょっと貯めといた方がいいかなと思います。あとまあ、塚で買えるね、レジェンダリーなんかも残しとくと、何かと、便利なんじゃないかなという気はしますね。じゃあ、早速ね、やっていこうかなと思いますね。まあ、買えるタイミングなんですけど、まあ自分が入れ替えた後、レジェンダリーをね、こう集めやすいぐらいの、まあ、育成状況でやるのがいいかなと思います。まあ、難易度が切り替わったばっかりとかだと結構、最初のレジェンダリー集めとか大変だと思うので、まあ、そこら辺も考えながら、まあ、一番いいタイミングでやるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、クラス変更ね、した直後であれば、まあ、無料でね、戻すこともできるんで、なんていうのかな。まあ、試しに一回やってみるっていうのは、全然ありだとは思うんですけど、じゃあやっていきましょうかね。クラス変更ですね。で、今回はね、モンクとウィザードで結構悩んだんですけど、まずはウィザードをやってみたいかなと思ってます。で、今、ネクロマンサーなので、ウィザードでやっていきましょうかね。女性キャラ。で、ここでね、キャラメイクできるんですけど、基本的にここでね、カスタマイズしちゃったものは、一回しかね、このキャラクリはできないんで、そこのところはちょっとね、気をつけた方がいいかなと思いますね。で、装備プレビューとかできるのかな？この女の子でいくか。肌の色。髪型、この髪型いいね髪の色を変えられるんだ。彫りの深さとかあるんだね。幅。
タトゥーですね。おお。最初のあれも良かったけどね。まああんまり知らんとく。なのでね、キャラクリは、まあ、いじりたい方はね、ゆっくりやっていただけたらいいかなと思います。私はじゃあこれで、行こうかな。クラスを変更ですね。ウィザードとクラス変更ですね。次のコスメティックは現在のクラスにバインドされており、クラス変更が着用できませんと、続けてよろしいですかと。はい。はい、クラス変更完了ですね。新たなクラス、はい。で、続行ですね。お、切り替わりましたね。で、まあこんな感じでね、アイテムの方は、移ってくると。ホラドリムの遺産アーマーは使えるんだ。こっちだけは残ってるみたいですね。他のやつはバインドされちゃってるんで、戻ってこない。戻ってこないっていうか、まあ、ネクロマンサーに戻さないとダメって感じかな。このコスメティックもね、一個一個安いからいいんだけど、まあなんか、ちょっとね、まあ同じテーマのものだったら移行できてもいいのかななんてとこもちょっと感じたりはしますけどね、正直ね。で、パラゴンレベルの方ですね。お、スキル、ディスインテグレイト。ほうほうほう。そうか、ここら辺のセットも降りてくるって感じなのかな。で、レジェンダリー紋石なんかはついてて、そうですね、攻撃力なんかは一緒なんですけど、こっちの レジェンダリーのね効果は入ってないので集め直す必要があるって感じですね。
で、あとまあ忘れちゃいけないのが、はい。で、クラス変更して、まあ、いろいろやってみてね、ちょっと気に入らないなーっていう時は、ここのね、移ろう炎の方で、一回だけクラスを戻すっていうのを選べるんで、まあ、戻してもらえばいいかなと思います。ただこれクラスを戻したときは、次の無料クラス変更まで6日、23時間まで、クラス変更はできなくなっちゃうんで、なのでね、あくまでも、なんていうのかな、よく考えてからやった方がいいかなと思いますね。まあちょっとね、一回、ウィザードに、切り替えてみたので、ちょっとこれでしばらくプレイして、まあウィザードがどんな感じか試して、またね、ネクロマンサー戻ってこようかなと思ってます。どうもね、今回、まあ、初めてそうですね、クラス変更の実際の感じみたいな感じでね、動画撮ってみたんですけど、そうですね、あとパラゴンとかはね、入れ替わってるので、ちゃんと振り直さなきゃいけないと。まあ、今回そうですね。ちょっと財宝探しに振っとこうかな。これもね、振り直しとかないと。なので、やっとこうかなって感じですね。で、そうですね。あとはレジェ集めなんだけど、ちょっと、せっかくなので、ガチャの方もちょっと引いてみますかね。このクラスでレジェが引ければありがたいなって感じだけど。そうだね。お!しょっぱなで出たよ。ありがたいね。で、直泥なのかな?どうでしょうね。これは聖水の意向で多分持っていけない感じがすんだよな。そうですね。塩通りですね。
1回しかできないって感じかな。予備兵のサイドクラス変更装備は基本砕いちゃっていい感じなのかな。そんな感じがしますね。多分なんだけど、破壊しかできない感じですかね。はい。まあちょっとね、しばらくこのウィザードでやってみようかなと思ってます。あとそうだな、もう一個、塚商人のとこもね、ポイント残してあるんで、ちょっと引いてみようか。鎧が出ましたね。鑑定しなきゃいけないのか。まあ武器が1個引けたのは結構ありがたいかなって感じですかね。なのでまあ最初のレジ集めをの負荷を減らすって意味では、ちょっとこのお金貯めといてガチャっていう手段もあるかなと思います。今回そんなにお金貯めてなかったんで、まあ一つだけ運よく一発で出たのもあったけど、さあ品質がいいで、いいともいいですけどね。大魔術師、おお、違いかな。まだこっち残しといた方がいいかな。で、精髄の上書きがね、できるといいけど。できないみたいですね。レジェンダリーの装備だけなんで。的には装備品に、この予備役のやつは、まあ、砕くしかないって感じですかね。はい。じゃあちょっと、そうですね。せっかくなんでフィールドマップ行ってみましょうかね。あ、ノーマルになってる。ヘルさん。ちょっとやばそうなんで、とりあえずアッシュワルド墓地あたりから試していきますか。
おお、こんな感じなんだ。あ、面白いですね。おお、なかなか面白いですね。ディスインテグレートか。ちょっと最初のレジェンダリー集めるあたりは大変かもしれないですけど、慣れていけばなかなか面白いかもしれない。まあずっとネクロでプレイしてきたんで、結構操作感は違うなって感じですけど、あ、でも単体の火力というか、あ、むっちゃ高いですね。ネクロは本体の火力そんなに高くないんで、これはなんか楽しそうですね。はい、まあちょっとね、一通り転職と、あとね、まあクラスチェンジ後の操作について、まあ一通り試してみたんですけども、またね、ちょっとしばらく使ってみて、まあウィザードどんな感じかとかについてもね、動画、撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。